三和交通のタクシー三和交通株式会社とは、神奈川県、東京都、埼玉県でタクシーハイヤー営業を取り扱う日本の企業である。1965年に設立。本社は横浜市港北区鳥山町。2004年に ISO9001 認証を取得したが、後に次のステップに踏み出すためとして ISO 認証を返上した。その後、 第3回目のハイサービス日本3 0 0 0を受賞した。2005年には日本交通と業務提携し、都内特別区、武蔵野、三鷹地区の車体塗装や配車用無線システムなどを日本交通仕様に統一した。覆面調査によるモニターの実施、運転手による自己紹介の実施、接客サービスコンクールの開催など、独自の企画やサービスなどにより、 地域で一番優しいタクシーを目指すを標榜している。ララポート横浜、トレッサ横浜にタクシー専用乗り場を有する。2007年に社長に就任した吉川栄一は売り方次第で成熟産業のタクシー業界もなんとかなるとの思いから各種の業界所のサービスを手掛けてきた。それらの取り組みによる知名度の向上もあり、それまでは 新卒者向け会社説明会に来る学生で当社の名を知っている者はほとんどいなかったが2015年度の説明会では半分以上の学生が知っていたという。また新卒採用も順調に進み2017年現在における乗務員の平均年齢は51歳になった。これは業界平均を大きく下回っている。2013年12月より 世界初のゆっくり走るタクシータートルタクシーを運用している。これは車内に設置されたゆっくりボタンを乗客が押すと運転手がゆっくり丁寧に走らせるというサービスである。高齢者や妊婦に好評で海外でも話題になった。2016年には神奈川県及び東京都で運行する570台がタートルタクシー対応車両となっている。このタートルタクシーは当初 カンヌ広告祭での入賞を狙って開始されたプロジェクトであった。カンヌ広告祭での入賞は叶わなかったが、2014年度、グッドデザイン賞において、グッドデザイン、未来づくりデザイン賞を第2回広告業界の若手が選ぶコミュニケーション大賞優秀賞をそれぞれ受賞した。また、低速走行により2、2%ほどの燃費の改善も見られたという。 2008年3月には若手職員の提案をきっかけとして一部の車両に AED の搭載を始めた。タクシー車内において2015年からはミネラルウォーターの2016年5月からはマスクおよび折りたたみ傘の販売をそれぞれ言っている。3は交通スペシャル企画と銘打って各種ツアー、イベントなどを提供している。主なものは以下の通りである。 心霊スポット巡礼ツアー2015年7月から9月まで業界初の夏季限定、心霊スポット巡礼ツアーを開催した。新横浜駅を出発し、新横浜駅周辺の複数の心霊スポットを乗務員の解説付きで巡回する企画であった。2016年7月から9月までは、多摩及び東京にも範囲を拡大し、元祖心霊スポット巡礼ツアー横浜、 本家心霊スポット巡礼ツアー玉及び東京会談名所ツアーの3つのツアーを提供している。タクシーヤブサメ2016年2月27日及び28日に横浜港未来においてヤブサメの要領で乗客がタクシーに乗車しタクシーの後部座席窓からガンの防ガンで的当てを行うというイベントを開催した。 2018年6月11日より始まったサービス。忍者や SP の紛争をしたドライバーが運転する。指定料金として1000円かかる。2018年夏から2019年秋にかけて、富士スピードウェイにて開催される低燃費車による耐久レース、エコカーカップに、日産、ノートイーパワーやトヨタシエンタハイブリッドの営業車で参戦した。レース中は、 実際にメーターを作動させ、金額がどうなるのかも実験していた。なお、富士スピードウェイで開催されるレースでは初めてタクシーでの参戦だったとのこと。レース後は期間限定にてレース参戦仕様の装飾のまま運行していた。ありがとうございます。